水にふやかした韓国のわかめときゅうりをまずボウルに入れます。酸っぱいコチュジャンはコチュジャン、お酢、砂糖が1:1:1の率で、ニンニクとごま、ごま油も少し入れてください。混ぜる時に箸で混ぜる時と手で混ぜた時の味が染みるのが全然違いますので、できれば手でちょっと強く混ぜてください。少し足りない感じがするのでソース追加します。味が十分わかめまで染みたとしたら終わりです。完成。